春日歩夢選手の超高速スピードコンボです。いきなりここまでスピードを出すのは相当難しいので、まず1手ずつ手順を分解してスピードを出さず練習しましょう。1手ずつの解説と各アングルのスロー映像を流します。見やすいと思う映像を参考にしてください。まずはトラピーズをします。続けて利き手の親指から手の甲へストリングをこのように巻きつけます。トラピーズの輪を親指と人差し指でつまみます。つまんでいる指を軸にヨーヨーを外から手前に回します。有機スラックの要領ですね。この回したヨーヨーを利き手の中指と親指の間のストリングにマウントします。利き手じゃない方の人差し指を手前に曲げつつ、ストリングをヨーヨーの下へ一周くぐらせます。しばらくこの人差し指は手前に曲げたままにしておきましょう。ここからリバーフローリストマウントを行っていきます。ヨーヨーを手前から利き手の上を越して外へ回します。そのままの勢いで曲げている人差し指を軸にヨーヨーを外から一周します。手前のストリングに乗らないよう注意してください。曲げていた人差し指を元に戻してヨーヨーを利き手の上を越して中央に乗せ直します。ここまでがリバーフローリストマウントです。今通常のリストマウントの形になっていますが、これを解く直前の形と同じになるよう手前にマウントします。さらにもう一周して利き手の親指のストリングにマウントします。すると人差し指にこんな風にストリングが巻きつきます。人差し指の一番手前のストリングだけを残し、他のストリングを全て外します。再び利き手じゃない方の人差し指を手前に曲げつつ、ストリングを下へ一周くぐらせます。人差し指を前に伸ばし直して、再びヨーヨーを手前から利き手の上を越えて外へ回します。ここで利き手に注目。この利き手のストリングのかかり方をお手本通りキープしてください。その勢いを保ったままヨーヨーを外へ振ります。ヨーヨーから利き手に一番近いストリングを人差し指で上から取ります。右利きなら自分から見て一番右側です。そのまま利き手の外側へヨーヨーを振って中央のストリングへ乗せ替えます。利き手じゃない方の人差し指の奥のストリングと利き手の親指を外します。ヨーヨーを跳ね上げて下の1本のストリングにマウントします。リストマウントに近い形になります。すぐ上の1本のストリングに下からマウントしてヨーヨーを体の内側へ、同じ方向に回して再度下のストリングに乗せ替えたら跳ね上げて手前にマウントします。ボヨンボヨンの要領で跳ね上げると楽です。利き手をしっかり引いてヨーヨーを跳ね上げるようにしましょう。ヨーヨーを体の内側へ回して上のストリングに乗せ替えます。利き手のストリングを全て外して、このように輪の中に奥から指を入れておきます。再び手前から利き手の上を越えるようにヨーヨーを外へ回します。回した後、利き手が人差し指だけにストリングがかかっている状態にしておくと、この後が少しスムーズになります。利き手じゃない方の手でストリングを握って固定します。利き手の人差し指のストリングを外して奥へ落とします。握っている手を軸にヨーヨーを手前へ1回転します。
グリーントライアングルができるので、その上のストリングを利き手で取ります。ヨーヨーを手前から跳ね上げて奥のストリングへ乗せ替えると、利き手を離せばストリングがほどけます。キャッチすれば成功です。というわけで春日歩さんのコンボを見せていただきました。この技何か通して気をつけてるコツとかってありますか？なんかあんまり力入れないようにしてます。力入れるとちょっとガタガタしちゃうんで、行動的に力入れないととことん綺麗に動くんで。なるほど。ここら辺が程よく力を入れた方がもう流れよくスムーズに通せる。そうですね、後半が特に、あのボヨンボヨンのところがあるんですけど、このボヨンボヨンが力入れすぎると、こうやってなんかあんま飛ばないので、ここの時に力抜くようにしてますね。なるほど。ちなみに今回使ってるヨーヨーは何でしょうか？使ってるヨーヨーはエッジアルティメイトです。概要欄にあの商品 URL 載せておきますんで、ぜひ後でよろしくお願いします。はい、動画がためになったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。コメントたくさんしていただいたら、動画作りの励みになります。よろしくお願いします。というわけで、めちゃめちゃスピーディーな流れにもできる、すっごい流れのいいコンボ、今回教えていただきました。というわけで、ぜひ彼の大会の活躍もお楽しみに。それではまた、さよなら。